イタリアだと結構クリスチャンとか多いから「エヴァンゲリオン」初めて見た時に超めちゃめちゃだった。じゃーん、ゆりこたいがりです。皆さんこんにちは。今日はなんとこれ一体何ですか？なんか「エヴァンゲリオン」で書いてるんですけど、すごく駅弁の中でも全国で有名な峠の釜飯っていうお弁当なの。これすごい。なんとね、限定バージョン「エヴァンゲリオン」の初号機バージョンっていうのが限定で、6月5日から7月18日までリミテッドのリリースされました。ちなみに今日は銀座6に買いに行きました。わあ、お疲れ様です。ラスト2つです。本当、うん、本当、いやー嬉しい。平日は銀座6でも20個から30個しか売ってないらしいです。そうなんだ、よっしゃ開けます。せーの、じゃだーん。おおすごい。あ、いいですね。すごい見た目が綺麗。初めてですか、この峠の釜飯食べるの。初めてです。私初めてですよね。いただきます。限定だ。絶対みんな欲しくなるよね。なんか私は食べるがすごい大好きなので、いつも食べる時は嬉しいんですけど、やっぱりオタクはね、こういう弁当超ありがたいんですよ。なんか今すごいワクワクしてきたんですよ。よっしゃ。確かに買えるとこがすごく限られてるので、うん、あまりやっぱり買えない人多いと思いますね。そうですね、多分そうですね。卵までもついてますね。あ、で下にご飯もついてます。じゃあご飯からいきたいと思います。いただきます。うん、おいしいこのご飯。うん、じゃあお肉も。これお弁当の肉とか考えられない。なんか味がしっかりしてて柔らかくて、なんか正直お弁当駅のお弁当と思わないぐらいんですよ。これはすごい頭の中で食べるときに残酷な天使の伝説。やばい、もう病気なんですよ。これ中二病って言うんですよね、多分。そうね、やっぱり「エヴァンゲリオン」今年映画もねあってっていうか、もうフィニッシュしてよかった。よかった。どうでした？めっちゃよかったです。やっぱりちょうど緊急事態宣言発表されたから3回目が見れなかったんですけど、はい、2回までに見に行ったんですよ。すごかった、すごかった。 IMAX で見てた。ああ、いいですね。まあね、ネタバレせずにしゃべるのが難しいとは思いますけどね。そうですね、何も言えないんですけど、どこのなんていうキャラクターは誰が今回一番良かったですか？マリちゃん。まあそうです。やっぱり私はずっとアスカの方が好きだったんですけど、やっぱりこの映画を見たからマリはすごい大事なキャラクター。あ、でもマリとミサトもすごい大好きだった。同じ感じで。そうですね、今回ねみんなキャラクターがすごくフォーカスされてましたよね。そうです、はい。あと音楽はすごい良かった。さすが宇多田ヒカルんだなって思うんですけど、音楽は特に頭から離れなくてずっと聞いてます。わかります。今回ね本当にエンドロールがね、素晴らしかったっていう表現も多いですけどね。よかったです。本当、多分エヴァンゲリオンのファンだとやっとありがとうってな感じの感謝です。日本は絶対やらないと思うんだけど、イタリア映画を終わったらみんな握手するんですよ。でエヴァンゲリオンを見た後に私もすごい握手したい、めっちゃ。でもまあイタリアだったら多分みんな握手するんじゃないかなって思う。イタリア語でもちょっと見てみたいなって思った。そうですよね。いや、そうですね、実は今回のその庵野ディレクターの出身ホームタウンっていう、はい、その宇部の山口県宇部の新川っていうとこなんですけれど、 でそこに結構やっぱりファンが押し寄せて、終わった後わーってなってたらしいんですよ。おー、そうなんだ、いいね。あー、感動ですよねそれ。これから多分ね、海外でも公開されていってね、あの外国のエヴァンゲリオンのファンの、外国人もすごい見たいんだってね、うん、今からまた世界で盛り上がってくると思いますけど、そう、めっちゃ羨ましいんだって、外国人からね。やっぱり外国人からなんか感想とか聞かれたりとかします？めっちゃあった。すごい配信のをやるときはすごい、実は毎回大体毎回やるときに絶対「エヴァンゲリオンの映画どうだった？見るべきですか？」って聞かれるんだけど、やっぱりネタバレ言わないで説明するのは難しすぎて、あ、よかったしか言えないですあ、よかったです、あ、見るべきですよねって終わり。まあ、今回これ初号機カラーじゃないですか、うん、でエヴァンゲリオンのその、マシンって言い方ちょっとごめんなさい、言い方悪いですけど、エヴァンゲリオン、はい、多分ロボットって言っても怒られるけど、人造人間ね、人造人間のはどのパターンが人気なんですか、海外では。ああ、でもやっぱりシンジのやつは01じゃない。今回はまあ何機体か出てきたけど、一番どのマシンデザインが好きでした？難しい。マリちゃんのやつ気がする。あれは何でしたっけ？8になるんでしたっけ？ピンクのやつですよね。そうで、一番最初はこれがなくて、腕がなくて、そこまでは多分ティザーで公開されてるから、そうそれでもすごい好きだった、正直。でも「エヴァンゲリオン」は意外と外国だとそういう。日本って言えばメちゃんじゃないですか、ロボット系になるんじゃないですか、うん、でも日本なんかイタリアはね、ならない、あんまり。なんかロボットって言えばマジンガー Z、うん、ガンダム、エヴァンゲリオンに入ってこないんですよ。なんかそういう系の中でファンがちょっと違う気がする。エヴァンゲリオンはどっちかっていうとキャラクターデザイン、エヴァンジェリストとか結構クリスチャンとかのことは話するんじゃないですか。イタリアだと結構クリスチャンとか多いから、そういう深い意味は調べたくなるんですよ。なんでこんな話なのとか。なるほどなるほど。そう、私は本当エヴァンゲリオン始めてみた時に超子供だったから何も分からずに、で特にその声優さん、イタリアの声優さんがいたんですけど、その声優さんのディレクターね、翻訳する人、めちゃめちゃだった。なぜというと日本語からそのまんま翻訳したから意味わからない、イタリア語で。やっぱりそのアダプタしないとわかんない、そのセリフ。例えば「いただきます」とか、簡単で言うね、「いただきます」とかの言葉ないじゃん。だから「いただきます」翻訳するとボンアペティートじゃなくて、この名詞を「いただく」「いただく」の言葉はまずないから、そういうどういう意味ってずっと「エヴァンゲリオン」こんな感じだった。ちっちゃい時に意味わかんねえなーって思ってずっと見てたんですよ。確かにエヴァンゲリオン日本語でも難しいよね。それを確かに翻訳がうまくいってないと、うまくいってないとマジで意味わからんで、意味わからなかったずっと。はい、残酷な天使のテーゼ、窓目から、あれ間違っちゃったかな窓目からたとれたたらた。はい、皆さん韓国です韓国ですお疲れ様です。よかったらコメントといいねボタンして、チャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。チャオー。